はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年の10月5日になりまして、パリーグの方はもう全日程が終了しまして、でセリーグがちょっと残ってますね。ただもうセリーグは、お、広島じゃんすごいね、広島が優勝しましたね。で、特にクライマックスシリーズと日本シリーズもうちのチームは関係ないので、まあ、ちょっとオフシーズンのところまで、飛びますか。ここかな移動日のところからか。じゃあここまで飛びましょう、もう。でも20ゲーム差ついてるんだね、セリーグは。ちょっと早いな結局どうなった。あ、広島勝ってんね。で、日本シリーズは、あ、広島と、お、日ハムじゃん。これはすごいね。まさになんか、今年の野球みたいな、そんな感じですね。まあ一応ね、日ハムが優勝を決めたところにはなってますね。まあ、いつ優勝を決めたんだかちょっと分かんないですけど、シーズン優勝じゃあオフシーズン今日は何やるんだっけ。年間表彰式か。誰かいる。まあいるとしても英国紳士のファン感謝デーをやってみませんかって言われても、英国紳士がいるね。英国紳士は本塁打王かな。パリーグはもう全員これサクセス選手だな、ベストナインは。ああ、で、柳田が入って、秋山も入ってると。で、DH に、英国紳士。いやー、ちょっとこれ、やっぱり強いな。で、ゴールデングラブが、これはちょっと少ないね、サクセスチーム。まあ、木所もね、サクセスチームにいるとはいえ、もともとは違うチームにいましたからね。元がどこにいたのか知らないけど。なるほど、なるほど。で、個人タイトル。本塁打王、あ、才賀と並んでんのか。英国紳士は。他はもう、大体持ってかれてますね。あ、でも最多奪三振、は大谷か。西武西野さん挙げてるね。中継ぎはマリーンズの大谷が挙げてますね。おー。いやー、でもほとんどがこれもうサクセスチームだな。おめでとうございます。まあ、妥当サクセスチームですからね。まあまあまあ、あとね、27年できるんで、あと27年かけてサクセスチームをぶっ倒せばいいわけでしょ？よし、じゃあ次、4年目やっていきましょう。OK。さて、契約更改と。まあ、お金はプラスかね。21万円あって。あ、そうか、コーチか。コーチちょっと見ていこう。重要だからね。ただ、広角打法、なかなか魅力的だからな。まあ、パワーヒッターも魅力的だけど、CC っていうのがね、チャンスか。チャンスもいいけどな。あ、井口ってこれあれじゃんマリーンズにいた井口じゃん。チャンスアップとアベレージヒッターか。結構いいね、井口。打撃コーチか。そう、マイライフの方でもね、井口は、まあ、すぐ引退して打撃コーチになって、で、マリーンズの監督になったっていうね。で、黄金時代を築き上げてますからね。井口、しかも、育成力 B あるのか。これね、育成力がね、ちょっと下がっちゃうのはね、嫌なんすよね。今のところちょっと井口、考えますね。お、すげえ、竹本。育成力 A か。内野安打、チャンスアップ持ってんのか。今のところやっぱチャンスアップもね、重要だからね。竹本か井口。井口はね、やっぱりね、アベレージヒッターっていうところがね、魅力ですよね。育成力 A っていうのもいいけど、ね、井口か竹本ですね。どうしよっかな。すっげえ悩むな、これ。年俸は竹本の方が高いのか。育成力か。まあ、内野安打も確かにね、うちのチーム結構足速いやつ多いんで、内野安打つけてもね、いいと思うんだよな。ちょっと、すっげえ悩むわ。マジで悩む。一人で勝手に悩んでろって感じだけど。ちょっとここは、じゃあ育成力に期待をして、竹本コーチを召喚しましょう。で、守備、走塁は、今のところは、育成力か C なのか、植木コーチは。
まあ、怪我しにくさアップっていうのがねやっぱ魅力だから。あ、守備職人とかあるんだね。キャッチャーアップの怪我しにくさアップ。ただねキャッチャーはねみんな結構つけてきてるんですよね。高えな立花コーチ7500もするんだ。 BB か。分析力って何なんだ。ちょっと分析力の効果がわからないからな。守備職人か。まあ、確かに守備職人いてもいいけどな。怪我しにくさだよな。育成力も上がるしな。怪我しにくさ。まあ、レーザービームはね、まあ、あってもなくてもどっちでもいいんだけど、ちょっと橘コーチで入れ替えるか。育成力も上がるし。まあ、キャッチャーちょっと丸とかで止まってる選手いるのかな。うちのキャッチャー陣は結構強いですからね。まあ、ちょっとじゃあ変えましょう。で、投手。投手はね、まあ、やっぱりタイピンと一発削除を持ってる松尾コーチでいいと思うんだけどね。まあ、回復っていうのも結構いいと思うけど、育成力やっぱ B は欲しいよな。そう考えると、まあ、ちょっとまず育成力 B はマストだとして、支給削除。で、対左か。リリースのクイック。こいつはもう C だしね。牽制軽い球削除。乱調削除。逃げ玉テンポ丸。尻上がり力配分削除。尻上がりはね先発陣につけるのは結構いいかもしれないですけどね。低め丸か。低め丸も欲しいよな。一発削除。ただやっぱタイピンはちょっとねアップさせたいから、ちょっと松尾コーチは続投でいきましょう今期も。じゃあこれで来期のコーチ陣は竹本打撃コーチ、立花守備走塁コーチで、松尾、投手コーチでいきます。 OK で OK と。さてさてさて、ここから来たね英国紳士2億2000万か。ちょっと成績で見ましょう。まずは投手から。ゆずちゃんは6500万か。まあ、8200の6500で、勝ちを1上げてるので、まあ、能力的にも、まあ、勝ち運低め、怪我しにくさ A という。まあ、コンスタも悪くないし、球速が若干悪いのか。で、変化球がナックルだけだのがちょっときついんで、なんか覚えさせるか。で、基本的にもう春のキャンプはみんな変化球に特化させよう、練習は。で、なんで、ミュウちゃんね、ゆずちゃんはこのままで OK でしょ。で、ミュウちゃんは200万上げてきてるけど、勝ちを3上げてるんだよね、中継ぎで。まあ、それは全然いい成績なんで、これでいいでしょう。で、ジャックス。ジャックスは減らしてきてるね。7500から6000万。勝ちを上げて、ホールドポイントも15あるんで、まあ、全然いいんじゃないですか。変化球も3種持ってるし、143のコントロール D。ジャックスもこのままでいきましょう。で、うさぎちゃんも、4勝上げてて、ホールドポイント34でしょ。まあ、9900か。まあ、確かに活躍した感はあるね、これだけ見ると。うん、まあ、9900、まあ、4勝の34ホールドポイント持ってるんで、まあいいでしょう。で、太田くんはそのままか。2勝13敗。変化球をちょっと上げたいね。135キロ。コントロールも若干悪いのか。まあ、逃げ球持ってるけど、まあ、現状維持でいいでしょう。で、気候は1勝してますね。4000万の4000万。まあ、変化球も33あるし、ちょっと球速が遅いけど、まあ、このままでいきましょう。で、抑えの近所、減らしてますね。6100から4800と、まあ、フォークだけっていうのが辛いんで、キャンプ中に変化球を、まあ、覚えられれば覚えさせましょう。まあちょっとね負けが来てるような感じはするけど、まあ、なんだかんだで11セーブ開けてくれんのか。ちょっと俺の中の、まあ、イメージですけど申し訳ないけどちょっと打たれる感があるんですけど、まあ、4800に減らしてきているので、まあ、このままでいいでしょう。吉田くんは、まあ、1500万か1700万か若干上げてきてるね。負けがね、ちょっと混んでるんですよね。17敗。まあ、勝ちが2勝のホールドポイントが1と。結構投げてはくれるんでね、乱調か。変化球、スライダーを上げたい気がするね。そうすると、球速も、まあ、シーズン中には上げたいかな。曽根くんは、1億1000万か。まあ、4勝3敗、セーブも3上げて、ホールドポイントも34、何でもこなせるね、こいつ。まあ、多分中継ぎで出て勝ちを上げてくれたのかな。まあ、タイピンが B あるんで、
そうですね、まあ、曽根くんも頑張ってるんで、てか、まあ、34ホールドポイントは、まあ、ちょっとどれくらいのホールドポイントがあればすごいのかっていうのは分かんないけど、うちのチームでは確実にすごい数字なんで、まあ、曽根くんもこのまま続投できましょう。で、ニコガミくん、まあ、ニコガミくんも2勝3敗の、ホールドポイントが8 と、変化球もまあ3球種あって、ちょっとスタミナが足りてないのか、まあ、スタミナが課題ですね。まあでもこのまま、やっていきましょう。で、宮内くん1500万から、まあ、まあね、5勝ってうちのチームだと最多勝投手じゃん。ちょっと勝ちだけサクッと見てみると、まあ、柳瀬くんも5勝か。そうですね、5勝が最多勝なんで、5勝13敗5900万そうですね、これだけ見ると全然まあいいピッチャーだと思うんだけどね。コントロール B やって、スタミナも A やって、球速141出て、まあ、若干変化球か、そうすると物足りないのが、まあ、5900万いいでしょう。来季、まあ、今季になるのかなちょっとあれだけど、まあ、来季期待して、5900と。で、柳瀬くんが1900から5200、まあ5勝してるんでね。で、ちょっと先発にしてはスタミナが少ないけど、そう、留学させたからね。そうか、留学生とかも決めないといけないのか。とあと覚醒選手ね、ここでちょっと、決めておかないと、もう来季に入っちゃうとなんか能力見れなくなっちゃうんで、能力っていうか成績が見れなくなっちゃうんで、まあ続投でいいでしょうと。フルサイボーグ3000万の3000万、フルサイボーグはそう、まあね、奪三振か勝ち運持ってて、変化球が若干少ないっていうくらいか、スタミナが課題か。まあでも3000万の3000万なんでいいでしょう。ホラーか、ちょっとホラー出てないのか。やっぱり、ね、入れ替えもちょっと検討していかないといけないので、ちょっとホラー、まあ、1500万ですけれども、ちょっと自由契約、ちょっと出てない人はね、今回申し訳ないけど自由契約にします。で、イソッチ、イソッチはまあ1500万で来てるんだね。イソッチはね、ちょっと育成枠なんで俺の中の育成枠なんで、また春にもう一球種変化球を覚えさせましょう。能力はね、いいと思うんですよね。ジャイロボール、重い球、勝ち運、投手と。で、まあ赤得もないし、145のスタミナ C あるから、イソッチはまあ1500万で結構お得ですね。で、粉砕支援、粉砕支援もちょっと出てないのか。なんで自由契約にして、投手が2人今のところいなくなったな。タッキーリ、タッキーリ4勝してますね。4勝もうちのチームではかなりの、稼ぎ頭なんで、2300万から4100万と。短期くらいだったらあっても大丈夫かな。どうしようかね、変化球やっぱ先発なんで3球種欲しいかな。まあ4100万、いきましょう。ランタ、ランタちょっと出てないのに4100万か。ランタもちょっと自由契約にして、ジェフ、ジェフは、まあ、ちょっとね、負けが込んでる。あ、でもセーブ上げてくれてんのか。4セーブしてくれてて、2300が2300。うん、まあ、ジェフもこのままいきましょう。で、田中くん、そう、田中くんもね、ちょっと出てはないんだけど、もうスタミナがなさすぎて、ちょっとね、しかもね、晩成みたいなんですよ、成長型が。スタミナ1で始まったからね。まあ、ちょっと田中くんは、ごめんなさい、例外的に残します。3000万か。ちょっと待って、3000万は出せないな。一番下のポイントで、1500万。1500万でダメだったら、ちょっと、契約更改しないっす。申し訳ないけど。で、T 田中がね、なぜかもう球速がね、ピークに来ちゃってるみたいなんですよね。T 田中もね、どうしようかな。一応、登板3してくれてはいるんだけど、まあ、全方向に変化球があると。まあ、一応登板はしてるので1500万だし、このままいきますか。で、正宗くんもちょっと登板なしか。ちょっと正宗くんも自由契約に、して、負け担当はね、めっちゃ怪我するんだよね。めっちゃ怪我するんだけど、怪我しにくさがね、いいまで来てるんで、まあ、負け担当もね、一応本当に負け担当要員で、まあ、頑張ってくれてるからね。登板数31あるから、上げてきてるなお前怪我ばっかして怪我ばっかしてんのに上げてきてるか。まあいいや、3200万いきましょう。
で、シノンも1500の1500で勝ちをね上げてくれてるんで、威圧感持ちか、先発で威圧感持ちかまあ1500万なんでそのままでいきましょう。で若松くんもちょっと出てないのか、でそうするとごめんなさい、若松くんも自由契約ちょっとメモっておかないと時期、どれだけ募集をかけるのかっていうのが分かんなくなっちゃうんで、何かメモるもの、もう携帯でいいや、携帯のところでちょっとツールでメモりますと、今回投手抜けた部分ですね、投手がなんでもう募集人数は、完全にこの人数でいきます。投手が1人2人3人4人5人、投手5人ですね、投手5で、あとちょっと野手を見ましょう。根っこは20打席立ってくれてんのか、まあ、1500万から1500万なんでこれでいいでしょう。で炎上9000万から7200万か、まあ、炎上王もこのままでいいかな。でローズ、ローズはなぜか盗塁を1個決めてんな走力 D、 盗塁 D、 守備系が悪くないっすね、まあ、安定した形になってるんで、4400から4800ちょっと上げてきてるけど、まあいいでしょう。カリンちゃんね、そう能力がねもう下がり始めてるんですよね。カリンちゃんはタワーなんか B あった気がするんだけど、絶好時にはそうだよね、もともと B スターとか。ちょっとねこの人何歳かとかって、28歳あたりからちょっと下がり始めるのかな。なんでまあちょっと入れ替え選手で作るときは年齢は若めに作った方がいいですね。多分30歳とかにしちゃうともういきなり下がり始めてさよならってなる可能性があるんで、まあでもカリンちゃんはまあまだまだパワー C あるんでチャンスメーカーでもあるし、このままいきましょう。峰井くんは1500万から4300万、峰井くんもかなり安定的な能力を持ってるのでこのままいきましょう。ノーマルくん1500万から2700万、まあノーマルくんはねもうその名の通りかなり安定した能力なんで大丈夫でしょう。で野球玉三郎ねかなり頑張ってくれたんだよね、本塁打6打ってるし、まあ1500万から3400万、いいでしょう。で森田くん、そう森田くんねちょっとアーティスト持ちなんだけど、俺がねあんまり出さなかったっていうのがあるんで、まあでも能力的には全然いいんで7300万から5100万、まあむしろ下がってるんで全然いいですね。で英国紳士はもう手放さないので、まあ、このまま2億2000万でいきましょう。で高田くんも3500から3500で OK で、サンデーモーリも3400から3400、守備型の選手ですね、もうちょっとパワーを上げたい気もするけど、でシラアット1500から1700、ちょっとパワーと走力が全くないんだね。電光石火持ってるけど走力が生かしきれてないのか、まあでも出場はしてくってか、野手で出場してない人とかいるのかな、ちょっと分かんないけど、まあ いや1個ずつ見ていこう。で高橋家4200から6700、そう走力がねある A あるんでね、あ一応 C なんだ走塁盗塁、これはいいね。4200から6700、そうかこれさ勝ちがさ進んでくるとさみんな活躍しだすからさお金がやってけない可能性あるのか、まあでも今のところは全然大丈夫ですね。メリーヨもパワーがあって本塁打もね3本打ってくれてるし、骨格の方持ちか、ミートが上がればもう少し打ってくれるかな。で牧原くんも1500から1500、まあ守備寄りの選手でまあ1500なんでいいでしょう。松潤1500から2800か、まあ、走力がもうほぼ A に近いんで、パワーが上がればもうちょっと打撃寄りの選手として活躍できるかな。で高大くんも、まあ、サードなんでね肩 C あるし全然それでいいでしょう。でケイト4100から4100、ケイトちょっと高いな、ケイト3000万にしよう。OK。あ、そっか、白石くん出てないのか。まあ、白石くんちょっと、じゃあすいません。自由契約にします。抜けたのがこれどこだ？ファーストか。ファーストね、意外にね、
少ないんですよね。ファースト4なんで、でセカンドがね8人いて遊撃手7人いるんで、でここからさらに1人抜けるんでしょ。ってことはやっぱファーストですね。でマー君、マー君も1500から1500、まあ OK。 山田君パワーがだいぶ上がってるな。山田君もともといくつだったっけ。そうだよね、なんかで上がったんだなきっともう忘れちゃったけどさ。でもパワー C の弾道4ミート D あるんで、しかも6600から5200に下がってるんで、まあお得ですね。これでいきましょう。でプニコちゃんも、まあ、打点は上げてくれてるのか、2500から2500、まあ、赤得はないんで、まあ、このままちょっと練習をして成長していただければと。で信長くんは1900から1900と、まあ、肩がいいですね、まあ、C あるんで、もう少し打撃が育ってくれればかなりいいかな。まあ守備もでもね、いくらサードとはいえ、いいくらいはちょっと欲しいですよね。で、赤木くん。赤木くんは4300から4300。走力が速いね。やっぱうちのチーム結構、足速いやつ多いからな。まあ、このままでいいでしょう。で、東条も、3000万から3000万で変わらずと。西田くんは、そう、ちょっとなかなかね、このダイソー要員っていうのがね、出番が難しくて、で他がねやっぱりオール G なんで、外野をね任せるっていうのはねかなり不安なんですよね。まあでも1500なんで、このまま残留をさせますと。でこちやくんは球界の頭脳持ちなんで、走力が若干遅いけれども、そうですね、能力が育ってくればかなり優秀なキャッチャーになるので、まあこのままいきましょう。2100はね安いんで。で今日も1500から1500、まあ安定した能力なんで、このままちょっといきます。あ、ケイジ君キャッチャーであれか、ちょっと出てないのか。そうだよね、キャッチャー結構ね個性派揃いですからね。しかもキャッチャー7人いるんですよねキャッチャーもねだいぶ激戦区なんで。で、ゆうきくんか。ゆうきくんもパワーヒッター持ちだけれども、ちょっとそれを生かしきれなかったか。ゆうきくんもちょっと自由契約。あ、そっか、これもともとメインポジションで人数割りされてるから、まあ、こんな感じか。で、サティアン。サティアンは一応4打席立ってるんで、チャンスも B あるのか。ファースト。まあ、1500万です。これでいいでしょう。あー、江戸川コナン君出てなかったんだ。江戸川コナン君は、まあ、1600万だけれども、じゃあちょっとすいません、自由契約にしましょうと。でもセカンドまだ7人いるのか。で、ガンダー。ちょっとガンダーも、1500だけれども出てないので、ちょっと自由契約にして、ピザも出てないのか。ピザもちょっと自由契約下に来ると、そっか、出てない人たちがいっぱいいるのか。で、にじりょうくん、あ、パワー C のチャンス B あるけど、やっぱねセカンドはね激戦区なんですよ、人が多いんで。ちょっと自由契約にして、で、キルア、だからそうだよね、キルアもセカンドだよね。じゃあちょっとだいぶ減ってきたな。減ってきたとはいえさ、それでもまあそれなりの人数いるからね。いや、ポジション争いってやっぱり大変なんだな。小山くんは、まあ、守備型の選手か。まあ、44打席立ってくれてるので、まあ、1800万だったらこのままでいいでしょう。全部守り。あれは全部守りもちょっと出てないのか。ま、じゃあちょっと全部守りくん、もともとキャッチャーか。そうか、キャッチャー登録してんのか。そうするとキャッチャー減るな、だいぶ。島歌くん、島歌くんは一応出てはくれてるのか。1500万から1500万。副部長、副部長も守備寄りだけれども、自由契約にしてで、カズマン、カズマンも守備寄りですね。守備職人、早急、あー、でも遊撃手、これの能力いいっすね。ちょっとカズマン全然注目してなかったけど、これかなりいいんじゃないか。ちょっと打撃を鍛えればいけそうな気がするな。あー、そっか、でもチャンス G ね、チャンス G と三振のね対左 G っていうのがねやっぱりね響いてくるんですよね。まあ電光石火持ちで走力がないのか。まあいっか。で、中川くんも、まあ中川くんも安定した能力なので、初球丸か。このままでいいでしょう。竜王くん。竜王くん、なんか最後の方で出した気がするな。アベレージヒッター、守備職人。サードか。サードにしてはちょっと肩が弱い気がするけど。で、ローソン。あれ、ローソンって覚醒させたんだよね。違う、野球留学させたんだっけ。ちょっと、走力 B の補給 A。ちょっと、
この子はね育成枠で育てたいんでちょっと試合には出てないけど、そうローソン最初の方活躍してたからね、ちょっと年俸下げて年俸下げて残留させましょう。よし、じゃあちょっとこれで確定させますので、ちょっとポジション別っていうのはありますけれども、一応ね上の方を見てもらえると自由契約になった後のその人数が分かるんで、一応もう全部で1、2、3、4、5、ちょっと待って待って待って、分かんなくなっちゃった、まあ、大体でいいんだけどねそんなの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、だいぶ入れ替わるな。10人っすね。ちょっと待ってね、野手、野手が10と、ほい。じゃあこれで契約更改は終わりにしますと。だいぶちょっと時間経っちゃったけど、あ、そうだそうだそう、あと覚醒選手ね、覚醒は基本的に勝ち頭、投手は勝ち頭にするんで、あ、まあホールドポイントとかも見た方がいいのか。赤徳ね、赤徳ある人はちょっとホールドポイント34で勝ち頭でいくと5勝の2人がいるんですよね。どうしようかな、この2人でもだいぶ強いよな。柳瀬くんもスタミナ鍛えれば回復 B っていうのがすげえいいな。抑えか、セーブ上げてくれんのって誰だっけ。セーブってあんまりでもすげえ数は、近所が11セーブか。いやでもね、近所もな、覚醒させるほどもうあれではないんだよな。変化球を1個覚えてもらえれば多分やっていける能力あると思うんで、どうしようかな。ちょっと先発絶対的エースが欲しいな。そうすると絶対的エースに鍛え上げるか。2球種2の3 41ので、ここでコントロールとスタミナがさらに上がってもね、ちょっと微妙なところがあるんで、柳瀬くんにしよう。ちょっと柳瀬くんを野手ではか、あ、じゃなくて投手では覚醒させます。投手覚醒と、お、柳瀬と、ほい。で、あと野手の覚醒をどうしようかね。まあ、炎上王はそうだよね、キャッチャー A、 キャッチャー重要かな。そうするとやっぱりな、球界の頭脳持ちっていうこっちやくんとかもかなり魅力的なんだけどな。そうだよな、チャンス B、 早球 B、覚醒させるとどれくらい上がるんだっけな、なんかいまいち覚えてないけど、打席、まあ試合もな、62試合出てくれてるからな。キャッチャーがな強くなれば勝ちもね多分上がってくると思うんですよね。ささやきと球界があれば、てかね、球界の頭脳があるとだいぶピッチャーがね楽になるんですよね。ちょっと今回こちやくんを覚醒させるか。覚醒はねちょっと1日に1回しかできないんで、こっちやと、ほい、こんなものかな。じゃあ入れ替えの条件についてはちょっとコメント欄に書いておきます。で特にどこのポジションが何人っていうのは細かくは指定しないつもりでいます。一応今のところ野手でいくと捕手が3人、ファーストが1人で、セカンドが4人、サードが4人、遊撃手が6人、外野13人っていう感じになってるんで、まあ、ちょっとバランス見つつ作ってくださいと。で、まあ投手は先発が結構固まってきてるかね。中継ぎ抑えあたりをちょっと作ってくれるとありがたいかなというところになります。じゃあ契約更改はもう本当に長くなっちゃったけどこれで終了しますと。ちょっとかわいそうだな。これ見るとめっちゃ今回自由契約にしてるからね。なんでさ、目つぶっててさ最後目開けんの。
戦力外通告を受けて。いやいっぱいいるな。で、帰国選手交渉、これはまあそのまま適当に進めましょう。でこれ大体いないんだよね、なんで。もうちょっとよくわかんないけど、でポスティングもね、なんかいまいちよくわかんないから、そのまま行きましょう。大島、どこ？中日？世界でどれだけやれるのか挑戦してみようと思いました。はあ、ははあ、まあ世界に行くのかね。で、FA と。で、まあ FA もちょっとよくわかんないから、そのまま進めて、で、FA 補填。まあ説明が出てるけど、ちょっとこれまあ見るだけ見ますか。サクサクサクっと、まあ、こんな感じかな。よくわからん。ん？ FA 保証？ほん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 。まあ、こうやってね、ちょっと徐々に毎年チームが変わっていくんで。自由契約採用。黒だ。黒だって。これ、広島の黒だ。広島の黒だってなんか昔すげえいいピッチャーだった気がするんだけど。五十嵐って、俺の先輩か。五十嵐先輩か。自由契約になっちゃったんだね。これ、そよぎって読むんですよね。覚えました。ただ、そよぎ選手がどういう選手か全然覚えてない。名前だけ覚えたっていう。他は、パーソンとか全然わかんないし。パーソンって人じゃんみたいな。帰国予定。ファインズ帰国予定か。あ、山口。名前だけはなんか聞いてたな。自由契約になってるな。他は全然わかんねえな。クラウザーって。あれこれ。うち、あ、うちのあれじゃないよな。そうだよな。あれ、お魚。帰国するんだ、こいつ。帰国しちゃうんだ。あ、副部長。え、自由契約でこれ誰かどっか取ったってこと？あ、違う。まだあれか。取るとか取らないとかって話じゃないのか。あ、じゃあここら辺乗ってきてるな。じゃあ他のチームがなんか取ってくれる可能性があるのか。年俸、希望年俸がめっちゃ下がってんだ、ここら辺の人たち。あ、でも勇気は結構上げてきてる。上げてきてるっていうか、まあそれでも1440だけどね。あ、なるほど。じゃあ他のチームで相まみえる可能性はありますね。取ってくれたらだけど。あれ？全部守りが全部守りがサクセスチームに行ってんだけど。もうこんなチームじゃやってらんねえよみたいな。いやー、優秀な選手を手放してしまったか。小宮山がサクセスチームに行ってますね。いやー、まさかの全部守りがサクセスチームか。これはちょっと対戦が楽しみだけど、スッスがいるからね。ただスッスがあそこのチームは出てこれないと思うんだよな、ちょっと。じゃあ海外留学。あ、そうか、留学選手決めてねえや。まあ、留学地は、そのままペナントにして、確かね、ペナント3年までだった気がするんで、どうしようかな。まあ、覚醒させる選手は決めたんで、留学させると、まあ、いなくなっちゃうんで、これもう一回留学できるんだ。やろうと思えば。どうしようかな。太田くん、吉田くん。みんな先発陣、スタミナはつき始めたよな。まあ、柳瀬君は覚醒させるとして、タッキーリとか、タッキーリか。どうしようかな。太田君135、球速が上がってくれても嬉しいけどな。明日の方にもいるね。ここ2軍系か。聞こう、イソッチか。いや、でもイソッチはちょっとな。シノン、うわ、シノン赤、ちょっとね、赤徳の重い人はね、あんまりなんだ、イソッチ。新しく変化球を覚えるかって言われると、多分覚えないと思うから、イソッチ、ちょっともう一回変化球を覚えさせるんで、今年は。聞こうかな、そうすると。いや、待てよ、強い人をもっと強くするっていうのも、ありっちゃありだよな。いや、宮内くん、マジ強いな、こう思うと。難聴。タッキーリにしようかな。ちょっとタッキーリを出そう。で、あとは、
野手、野手どうすっかな。そうだよな、ここら辺のサンデー毛利信長ってどんな能力だったっけ。あ、そうだよな、信長サードで悪くないよな。ただ2つしか上がらないからね。そうすると玉三郎、玉三郎を送り込んで、玉三郎サードかメインポジション、玉飛行角持ちだからな玉三郎。いやでもそうするとな、悩むね。松潤はもう帰ってきたかな。ノーマルくんか、ノーマルくん何かに特化させるとノーマルくんじゃなくなっちゃうからねそんな理由かっていう感じだけど、ちょ玉三郎、玉三郎留学させよう。もういきなりだけどよし、この2人で行こう。オッケー、頼むぞ。で、キャンプですね。で、キャンプになったんで、ここでマジでキャンプはちょっと強くします。投手覚醒、まず覚醒させるのは、あれ、これ覚醒できない人とかいるんだ。ピータ中とかなぜかできねえしなんでだ。まあいいや、とりあえず柳瀬くんは覚醒できるんで、覚醒したからってこと？ティータなんか覚醒したっけ？まあね、ティータなんかはね、俺の友達が作ってくれたんで、別にね、ディスっても全然大丈夫なんですよ。まあ、ティータなかを忘れちゃったけど、とりあえず柳瀬くんを覚醒させて、で、覚醒はもう1日1回しか使えないから、これ使えないでしょ。で、練習許可まだちょっと放っておいて、球速アップ、これも使おう。球速アップどうしようかな。球速の遅い選手130代だよな、太田くんだな。ちょっと太田くん球速アップつけて5上がりました、いいねで、コントロール、コントロールはちょっと中継ぎに回しましょう。そうすると近所はもうコントロールあるからね。曽根くんもあるな、ちょっとまあ美羽ちゃんかな、普通にほい9、よし、いいね。はい、次、スタミナ。あ、スタミナはね、結構うちのチームあるからね。そうか、柳瀬くん、ここでスタミナ上げちゃえばいいんだ。あれ？柳瀬くん、覚醒させたんだっけ？ちょっとスタミナお化けになっちゃうかもしれないから。シノン、聞こう。どうしようかな。イソッチ。イソッチ、スタミナ上げるか。先発で出てくれる可能性あるからね。よし、スタミナ9。ミート。もうミートはね、英国紳士に使います。普通に。どこ行った英国紳士。34あるからね。10！ OK！ これで今季 D になるんじゃないか。で、パワー。で、パワーはね、ちょっと守備型の選手に使おうかな。あ、サンデーモーリとか。これパワー上がればだいぶいいんじゃん。チャンス F かー。やっぱね、ここなんだよね。チャンス F 対左とね、三振。大体ね、結構ついてるんですよね。その特能に振ってる人は。いやーでもなー、守備型の人ちょっと一人強くすればだいぶいい気がするんだけどな。てかさ、サンデー毛利って、あ、遊撃か、ショートか、どうすっかなー。 CCC バランスいいよなー。ショートって他誰が今こなしてるんだっけ。あー、やっぱショート結構守備力強いね。カズマンもな、チャンス G 対左 G 三振ついてるね。やっぱついてるよね。信長サードだしな。セカンドか、総力 B、 赤木くんか。ケイトも遊撃だけど特能がないな。東条は、東条はちょっと初級と逆境って、サンデー毛利か、早急 A だしね、守備職持ってるしね。ちょっとサンデー毛利のパワー上げよう。7、なんか微妙だなで総力、
これ総力さ普通にコチアに使えばよくね。てかコチア覚醒させるんだってことはだよ、総力の遅い人上の方が多分一軍なのかな。炎上王かキャッチャー重要だからな。ちょっと炎上王の総力を上げて9、よし。で肩これもね、そうすると遊撃手か、遊撃手の肩を上げたい気がするけどな。遊撃手結構3でモールが強いしな、まあ、ファーストはいいでしょう。でセカンドもな643取れるっていうのを考えると上げてもねいいと思うんだよね。うちの遊撃手どうなってんだ。小山くんとか、ああ早急 B、 ああ小山くん悪くないね。赤木も悪くないな。赤木あと肩あれば結構いいのか。東条、いやこれちょっと赤木くんだな。赤木くんって覚醒したんだっけ。なんか総力めっちゃ速いけど、ちょっと肩上げよう。これでかなり5 もうちょっと上がってほしかったな。で守備、守備はねどうしようかね。英国紳士ちょっとファーストにもねついてもらいたい時あるっちゃあるからね。守備上げっか、英国紳士。ちょっと英国紳士結構ねひいきしてるけど、やっぱねそれなりの活躍してくれてるんで。で28でしょ、こっちと補給も上げよう。これ英国紳士3つ使ったな英国紳士に。じゃあこんなもんでいいかな。じゃあちょっと秋季キャンプの練習ですね。今回だいぶ時間取ってんな。あれ練習設定ってどうやってすんの、これ進めばいいんだっけ。あ、そっかそっか、危ない。なんか怖いんだけど。基本的にもう、ピッチャーは、覚えます。変化球を。下があるか、まあ、カーブあたり覚えとく？まあ、覚えられるかっていうのもあるんだけどさ。強化、取得。あれ、取得ってさ、簡単に、あ、ここにあるか。高速スライダー。あ、これあれなんだね。コーチか、コーチ。そうか、そうか、そうか。じゃあ、まず、ゆずちゃんは、まあ、普通にカーブでいいでしょ。球速が遅いからね。高速スライダーとか覚えてもしょうがないから、カーブを覚えよう。基本だな。みゆちゃん。まあ、みゆちゃんもカーブでよくね。ジャックス。ジャックス、もうすでに3球種持ってんのか。3球種持ってるんだったら、強化でいっか。どうしようかな。高速スライダーを強化しておくか。で、うさぎちゃん。うさぎちゃんももう一球種覚えさせよう。まあ、基本的にカーブでいくかな。この人って、左投手？右？あ、そうかそうか。もともと斜めがないんだ。で、カーブでいいや。で、太田くん。太田くんも、じゃあ太田くんはちょっと、下を覚えさせるか。あれ覚えらんなくね。変化球強化するしかないか。名前変更とか言われてもさないよね新しく覚えるやつ。じゃあちょっとイソッチはまだ取得できるよね。ってことはまあやっぱ下の変化球だよな。フォーク欲しいや。で近所もスライダーあたりを覚えさせておくか。じゃあ横で、でカーブと、で曽根くんも、まあ曽根くんも覚えらんねえのか。曽根くん覚えらんねえから、まあ、カーブを強化するしかねえな。でカーブ強化ってちょっと待って、そう強化だよ。矢印がないとちょっと上がんないんだよ。ある、これで覚える、カーブ強化だから。いやー、そうか、変化球がもう強化できねえんだ。こういうのもかなり厳しいよな。じゃあ、スタミナだな。で、ニコガミくんは、まあ、3球種持ってるからね。もう、とりあえず、まんべんなく強化しておくか。宮内くん。うわ、宮内くんも覚えらんねえのかも。
やちくん覚えらんねえから、まあ、同じく変化球強化しとくか。で、柳瀬くん。柳瀬くんは覚えられるね、まだ。スライダーを取得してもらおう。で、負け担当。負け担当やっぱもう一個欲しいな。負け担当もう一個欲しいから、スクリューにしよう。で、気候。気候も、もう一個欲しいね。フォークにしよう。で、シノンは3球種あるから変化球を強化して、まあ、2つ大丈夫でしょう。フルサイボーグも、3球種あるから、このまま変化球を強化して、ジェフ。ジェフは覚えられるか、まだ。フォークを覚えさせよう。で、田中くん。一応3球種しとくか、カーブしとくと。T 田中は、もう、そもそもだからな、こいつは。変化球に関しては。球速上がんないんだよね、だってもう。じゃ変化球強化でいいや。で、あと打者だよな、打者。打者どうしよっかな。炎上王。炎上王は、ま、守備連をしておくか。総合守備連で全部上げるか、まんべんなく。で、メリーヨも、ま、ちょっと総合守備連でまんべんなく上げて、こちやくんも総合守備連でまんべんなく上げて、で、森田くんは、ま、パワーでいいでしょ。で、英国紳士は、なんかお任せになって、パワー以外になってんな。これリア。で、サンデー、モーリーはちょっとパワー上げて、で、シラ君。シラ君ってどこだっけ？遊撃か。そりゃそうだよな。肩欲しいよね。で、東条はセカンド。ま、肩はちょっと不安だけど、守備力があるんで全然打撃練習でいいな。よし。マー君どこだっけ？セカンドか。あー、なるほど。ミートが D やって高めだから、肩を D に持ってこうっていう話だな。赤木君も、赤木君ちょっと打撃練習に切り替えよう。で、小山くんもこれでいいか。で、信長は、そうだね、守備補給 D くらいは欲しいんで。で、高台どこ？三塁か。あ、でも E やればいいんじゃないの？打撃に切り替えよう。で、竜王も、まあ、ちょっと阿部比を生かしたいんで、ミートとパワーを上げて、さっきでも、D やればいいと思うけどな。あー、でもファーストなのか。まあ、ファーストでもちょっと、守備はもう少し欲しいからな。E は欲しいからね。で、山田くん。そうだよな。山田くんもちょっと、それを考えると E に上げておこう。で、ケイト。ショートで、肩が若干弱いのか。まあ、ミートが D あるから、ちょっと肩を上げよう。中川くんも、ショートなんで、このまま3個上げて。で、島歌もショートで、まあ、肩は必要でしょ。で、カズマンはここら辺が強いから、まあ、ミートを上げてもらって、で、峰井くんは外野手。肩が T あるから、まあ、ちょっと打撃寄りに鍛えると。で、カリンちゃん。カリンちゃんもちょっとね、上がらないんだよね。まあ、ミートを上げていこう。で、外野の牧原くんも、まあ、せっかく守備寄りなんで、守備寄りにしておきましょうと。で、ノーマルくんはノーマルなんで、ノーマルくんはノーマルなんで、このまま全部上げていきましょう。まんべんなく。そこはこだわる。で、高田くんもちょっと守備面を鍛えて、ね、根っこちょっとミートを上げたいな。ミートを上げて、ローズ。ローズももう、守備面はいい感じになってるから打撃を上げて、松潤はそうだね、走力活かしたいから、まあ、守備力とかも上げていきたいよね。で、高橋圭も、そうだよね、まあ、ミートも C あるし、打撃面では、まあいいでしょうと。で、今日はどうしようかな。今日はちょっと打撃寄りの選手で上げていくか。で、プニコちゃんもここら辺。西田くんもそうだね、総力活かすために、まずは総合守備練やって、で、ローソン。ローソンちょっと打撃を鍛えよう。よし、これで OK。これお任せとかにやったら。ん？タッチパッド右側で練習開始。あ、そんなんだったっけ？さあ、どれくらい上がるか。お、今なんか一生懸命練習してんのかな。お、成長報告。吉田くんカーブを覚えました。ゆずちゃんカーブを覚えました。いそっちいいね、覚えたね。フォークで炎上を上がって、みゆちゃんもカーブを覚えて、
曽根くんはなぜかスタミナ。あ、曽根くんってもともともう変化球上がらないんだっけ。で、ニッコ神くんはオリジナル変化球上がって、田中くんもカーブ覚えて、ジェフもコントロールが上がって、金城もスライダー覚えたと。やっぱこれだな。キャンプ中はやっぱり変化球だね。変化球の取得が大優先。大優先ってなんじゃって感じ。最優先。まあ、あとは練習に上がってきたものが、大体上がってるかな。やっぱね、カリンちゃんやっぱね、下がってるんだよね、これ。カリンちゃん、歳かな、もう。うん、こんなもんかね。で、オープン戦が始まりますので、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあこれでオフシーズン、だいぶ鍛えられたと思いますので、次からは4年目ですね、やっていきたいと思いますので、また、よろしければ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。